ちょうど30になるし、ちょっと一回自分の体のことはちょっと一回ちゃんと向き合ってみたいな、こう自分の体がなんかちょっとなまってきてる感じみたいなのをちょっとまあサビというふうに捉えて、ちょっと作品作りをしてみようかなというのが、そうですね、出発点ですね。その基本的には例えばその酸化鉄だったりとか、そういう酸化した状態、錆びた状態で自然界の金属ってやっぱり存在しているので、ピカピカのなんかこう無理やりその形になっている人工物がだんだん自然に帰っていくことなんだなっていうのに気がついて、そう考えるともしかして自分の体も単純に自分の体がありたいように向かっていってるだけなんじゃないかなみたいな。今まであまり使ってこなかった身体言語を使っているかなというのをすごく自分でも感じていて、もともと7歳の時にジャズダンスから始めてるんですけども、そこからただまあそこからバレエに行ってコンテンポラリーに行ってっていう中で、なんかこうなんていうんですか、ジャズダンスからとかバレエだったりとか、そういう若い時にやっていた自分のベースになってるトレーニングからどうやったら離れられるかってことをすごく今までは考えてたんですけども、今回その自分の体と向き合うっていう作業をしたことで、なんていうか、なんかこう自分がこれまで積み上げてきたものって案外こうやって改めて見ると輝いて見えるなというか、思ったよりもこれはなんで今までわざわざ目を背けようとしてたんだろうなっていうのはすごく感じまして、テクニックとかその自分の中にあるアカデミックな部分とか、そういう部分を使うことに遠慮がなくなったかなと。これからどんどん人が自分のことを見る目は厳しくなるぞとか、人がなんていうんですか、僕の作品への期待値というかハードルみたいなのは上がるよなっていうのはすごく自覚をしていて、それこそ自分が生まれたのも横浜だし、それこそそのこのダンコレっていう形でその賞をいただいて、何かのその次へのステップみたいなのをいただいたのもこうやって横浜だし、実は次に自分がここに横浜に戻ってくるときはどんなことをやるのかなっていうのが今実は一番考えていることで、それがすごく自分としては楽しみな部分で。